徳島でキャンパラナイト、よいしょ。さあどうもどうも、始まりました。2014年最後の、ね、12月31日、水曜日の配信が始まりました。皆さん映ってますでしょうか、どうでしょうか、コメントいただきたいと思います。現在私はですね、東新町商店街の近く、ボードウォークですね、新町、そこで毎年行われているカウントダウンイベントの方にやってきました。続けられなくなってしまったんです。だけでね、あちらの岡田社長ステージでね、いろんなイベントが催しされているんですけれども、まあ、毎年のことながら去年もそうでしたけども、今年もですね、プライベートで、カウントダウンを楽しもうということで、でなんかいろんなイベントがあって、で今回もですね、ラーメン早食い大会というイベントが、行われます。それにまた今年もですね、私キャンパスボーイ清水挑戦しようではないかということで、スタートしました。まだね、とりあえずあのラーメン早食い大会、だけですね、配信をお届けして、その後また一旦消して、新年カウントダウン配信をしたいと思います。なんでまた0時10分ぐらい前からお届けします。ということで、桜井ちゃんです。寒い寒い、中継で映ってない。寒いよ、こっち寒いっす。コナンとね、同じブロックで。そうそう、前回2度やって。嘘、多分。マジっすか。多分かい。知らんやで。知らんやで。知らんやで。まあちょっとね、この東新町の方には雨がポツポツと降りながら、みんなね、ラーメン入れたら来ん方がいいよ。なんでやねんな。来てもらいましょう。みんなで祝おうぜ、新年を。来てね。で、この後西浦がそのラーメン早食いの B ブロック、はい、B ブロック。そして僕、清水とセカンドスリー桜井が、C ブロックで登場します。でこの司会をですね、セカンドストーリー長谷川がします。ハゲかハゲてへんわ、ボボすよあの子。もうね、もう年末最後でございますよ皆さん。今5度でした。今5度、5度か、5度、寒いね。ちょっとね、外からの配信でございます。電波も飛び交ってる中やってますので、ちょっとね、電波途切れたり配信が途切れたり、切れることがあるかもしれませんが、それはご愛嬌でお願いします。クボヤが出てきた。さあ、来ましたよ。クボヤね、クボさんばかりピックアップして、クボヤ何、目の届きにしてる。クボヤの必死にちょっと行ってみましょうか。クボが一ボケした。いや、実況せんでええわ別に。クボの一ボケは。ということで、ストーリーの長谷川と、ランタマハンターの久保で、司会やらせてもらいます。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。今年も始まりましたね、ラーメン早食い大会。よいしょ、パフ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 。楽しみ、練習しましたから。はい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 。といったコメントを言ってもらったので、ちょっと待って、これ本気台本通り読まなくて大丈夫なんで。第一試合出場者の入場を促すのは読まなくていい。読まなくて大丈夫ですよ。はい、まあ、外からの配信ですのでね、電波がどこまで、あと充電もね、バッテリーもどこまで持つか分かりませんが、配信できる限りしていきたいと思います。お願いします。どうぞ。まずは第1ブロックが登場でございます。こちら徳島ラーメンのサンパさんのラーメンを、早食いするということでございます。去年私はこれでね、口の中大やけどしてしまいまして、最下位という残酷な成績で終わりましたが、今年こそは優勝を目指します。食べ歩き、メンバー揃っておりますよ。久保が数えてる。着席をしてください。いらっしゃいますか。はい、スタンバイ OK。スタンバイ OK ですね。じゃあ早速出場者の方紹介させていただいてよろしいでしょうかね。お願いします。さあ、それじゃあ皆さんね、紹介したら拍手でね、迎えてくださいね。はい、ありがとうございます。それでは紹介させていただきます、はい。まず1番、食べることこと人生である、ひなこうたろう。言い方がなんか。そして、2番目の方ですね、はい。俺の顔が長いのはラーメンをすするために進化したのだ。一
と呼んで歩くメンマランダムハンター長谷部、よろしくメンマー、メンマーって呼んだ。来年も、続いて3番、来年も徳島スダチボーイズ頑張ります。そうです、僕たち徳島スダチボーイズです。沢田信也、そうです、僕たちスダチボーイズです。ありがとうございます。南からするからそうですね。4番、30年後も四国でワクワ ワクワク暮らすことを仕事にする男、株式会社リレーション代表チェドウイン広道さん、拍手お願いします。祝アクアジッタ10周年、来年はさらなる、コメント言ってる最中に、あ、なんか言ってありました、ごめんなさいね。もう一度じゃあ、言ってください、大丈夫ですよ。どうぞ、はい、頑張りますよ。ほら、ありがとうございます。頑張りだけでした。続いて、祝アクアジッタ10周年、来年はさらなる新風旅館の万代地中央棟で、事務局長岡部トムは一回変わらず頑張ります。岡部トムさん、頑張ろう。末高トム、末高、末高トム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 、お母さん、誰言うの、誰言うか、今日は何年も続くなぁ、じゃあ持てな、ゴレンジャーで服部和彦、頑張ります。最後のメンバーで、はい、ということで、早速早食いおっちゃんから、白おっちゃんから全員おっちゃんやね。はい、ルールはですね、コードメントセーブとなっており、第1試合、第2試合での上位2名の方は決勝進出となります。はい、ちなみに上位2名、上位2名決勝進出、はい、2名食べ終わった場合、もしくは時間が3分経過した段階で試合は打ち切ります。なるほど。はい、そしてこれ、このラーメン早食いで一番大変なのは、はい、ラーメンのスープがなくなるまで、皆さん、スープまで、スープまで、スープまで、これは大変、スープまで、いや飲まなあかんよ全部。食べ終わったら、立ち上がって手を挙げてください。立ち上がって手を挙げて、元気よく、そうそう、あー、寒い、メンバー上手ですよ、上手になる、誰もができると思いますけどね。はい、それですね、決勝では1位の方に賞品、そしてトロフィーと吉野様スタッフのお食事券5,000円分、わお、5,000円分のラーメン券、わお、5,000円、出したら1万円や、イエーイ、しますよ。はい、審判は3番アイスのヒーロー赤レンジャーが務めてくれます。赤レンジャー、赤レンジャー審判してくれる、審判してくれます。はい、ということでもうラーメンの方も揃っております。なお100円追加でつけ麺に変更できますが、誰かしますか。変更しないですよ、時間が押してますから。ごめんなさいね、ボケる時間なかったですね。クボがボケた、すみません、すみません、クボがボケたぞ、クボ、クボ、クボ、ページをゆっくりめくれ、クボ、大丈夫、見てください、これ視界クシャクシャですよ、今本年からクリアファイルに向け、クボ、はい、じゃあそれでは、いよいよ、うるさい、ヤジ変わるぞ、ここに楽しいですかね、あ、逆光ですごい顔が、わしはもう神の日に出したか、あ、まあまあ、じゃあ皆さん終わりましょうか、一回終わりましょう、一旦終わりましょう、一人終わったら、みんな終わりましょう、一旦終わりましょう、上手に終わりました、皆さん、はい、じゃあ皆さん、膝に手を置いてくださいね、いいですか、それでは僕の5431スタートの合図で始めてください、いきますよ、あ、すごい、いきますね、じゃあいきます、皆さんもじゃあ一緒に5431スタート言いましょう、よし、いきますよ、せーの、5 4 3 2 1、同じボケや、同じボケしたぞ、もうあれ使われへんね、もっと腰長く食べてるぞ、はい、腰長く食べてるぞ、ラーメンの汁飛ばしてくれよ、ちょっと待って、やめやめ、早い6番、ちょっとちょっと麺が残ってや、ちょっと、さあ次誰誰誰誰行く、いや上位2名、38秒、38秒87、すごい、1分半かかります、ここからが相方、もうフィッチをね、フィッチ、あーはー、わー、スラッチボーイズ、ボーイズ
スラッシュボーイズ。早いよ。早いな。何秒ですか？ゆっくり食べろ。53秒。審議が。審議がこぼしていること。ちょっと日本いや遅い。あちょっともう試合終了しました。ちょっとこぼしているが、ちょっとこぼしているが、これはこれはどうだ、これは大丈夫ですか。セーフ、赤レンジャー正義のセーフが出ましたから、ね、これ大丈夫ということで、はい、おめでとうございます。一着服部和彦さん、そして2着澤田信也さんが決勝進出。じゃあ皆さんね、もうあのとっとと帰ってくださいね。はい、帰ってください。ちょっとと、ね、時間があるんでね。長谷部さんがね、あの最後まで味わっておりますけど。長谷部、ね、もう交代してください。あんまり普段ご飯もう遅いね。普段ご飯食べられんからありがとうございました。あちゃんとね、机の方を聞いていただいて。ありがとうございました。さあ、ということで、続いて、はい、といえば、すごい。第2グループでございます。とうとう、西浦の出番でございますよ、皆様。すごいですね。ですよ。第1試合終了しました。予想以上の速さ。はい、ということで第2試合の方々早速入場してもらいましょう。出てこいや。お願いします。はいはい。はいはい。はいはい。くるくる回して。大丈夫だよ。どっかで見たことある人も。また愉快なメンバーが登場しますよ。はい、徳島ラーメンパレラ雑誌片手に作戦会、はい、ということで立ち席しました皆さん。はい、ではメンバー紹介していきたいと思います。一番右側にいるのが長谷川祐希さん。あるときは徳島経済新聞の編集長、またあるときはチュロス専門店のヒゲとしてあのおなじみ、揚げたてチュロスより熱々ファッションで日々進む長いよこれチュチュチュロス博士長谷川弟と、なんだ、ようやくしたヒゲのスタジオどういう雑な扱いで大丈夫ですか。はい、そして2番が最後のラーメンを美味しくいただく長谷川兄、長谷川真美さん。すごい兄弟対決ですね。なんか持ってますよ。なんか作りの上にありますよ。すごい、本当に楽しもうとしてるよ。保証とかも持ってます。はい、続いて3番目が、はいはい、直樹は実は猫舌。ルールの説明でスープまで飲まないといかんと聞いたときは驚きを隠せず発狂。なんか出ました。以上、全力です。頑張ります。木下直樹さん、頑張ってください。西浦待ってる西浦待ってる時間が恥ずかしいだろうな。はい、続いて4番目は、はい、皆さんご存知、男も大好き、女も大好き、ライバル小林子もキャンパスボーイ、西浦さん。男も大好き、5回と言うのがいいんちゃいます。5回男は特に好き。男は特に好き。バカなそれ。お兄さんがエンジン言ってるね。怖い怖い怖い。なので西浦さん、ここに紹介がなかったんですよ。はいはいはい。ということで西浦さんも頑張ってください。はい、そして5番目は個人戦からやってきました、ゆうとりんです。鳴川ゆうとあら、こう一点女性ですよ。この美人の女性がどこまでね、いけるのか。あ、出た出た、大食いマジ、おえさん、おえかずよしさん、おえかずよしさん、よろしくお願いします。おー、すごい優勝しそうな最近でございますよ。ほんまや、もうね、これは優勝は違いますか。優勝方式はない、これ。やめてきよ、敵を応援しないでください。コニーさんコメントありがとうございます。コニーさん応援せんでいいですよ。頑張ってくださいね、自分がね。はい、あ、寒くて手が震えております、僕も。はい、それではラーメンの方をお願いします。さあ、3番のラーメンが続々と運ばれております。で、厳正な量がね、ちょうど皆さん同じようになっておりますから、皆さんもね、楽しんでいただくために誰が優勝するかとかね、ちょっと予想していただいて、はいはい、予想してね。そうですね。はい、じゃあ、掛け事はしないでくださいね。掛け事はなしで、はい。じゃあ、熱々のラーメンが運ばれてきました。猫舌大丈夫でしょうか、猫舌の。ちょっと心配ですね。大丈夫そうですか。いやー、背をかいて早速おしぼり落とすというハプニングが大丈夫でしょうか。お箸
箸は割らないように置いといてください。なるほど。下に置いといてくださいね。やばい、震えが止まらん。もうこの、僕も戦闘態勢ということで、体に覆っておった分厚い服を全部脱ぎました。みんな適当に置いてください。置いてください。ほら、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 好きなとこ置いておいてください。例外が出てきて、ちょっとなんで連結つかるんでしょうか。はい、それでは、じゃあもう準備は整ってありますね。はい、じゃあ皆さん掛け声とともに、5秒前からカウントいきましょう。そうですね、これみんなでカウントしたらなんかほんまのカウントダウンみたいになっちゃうほんまですね。なんか年越しみたいなやつやるけどね。はい、じゃあいきます。せーの、5、4、3、2、1。やばいこれはやばいぞ。あいつやばいぞ。あいつやばい。同じボケだぞ。胡椒の香りがこっちまで来た。ぞ。胡椒の香りがやばい。長谷川が咳き込んでおります。さあさあ、西浦頑張れ。いけいけるよ。さあいけるよ西浦。いいゲゲ、いいゲゲ、やばいやばい。いや、いや、いや。あ、もう無駄遣いが。あ、そう、3番の方がついに熱々スープに取り掛け。おー、スーパー早っ、早い。あいつ、あいつラインしとるぞ。おい、4番ラインしとるぞ。おい、ラインしとるぞ。あいつラインすな。おい、西浦さんが普通に休みのとこに、休みのサラリーマンみたいな食べ方、休みの日のサラリーマンみたいにゆっくり西浦さん楽しんでる。そして意外や意外、女性も今頑張っております。早おー。さあ先着2名、西浦いけるか。西浦いけるか。西浦さんとの固い握手。サラリーマンと固い握手を。西浦さん早く頑張れ。まあ、いける、まだ勝てる、まだいける、みんな横一線。おえさんもええ感じのペースで。おえさんが行くのか、6番胡椒が今、胡椒よ、そこの胡椒よ。おえさん、おえさん、試合終了。おえさんが1分56秒91でございますね。はい、ということで2分切った。おえさん念願の決勝進出。決勝進出。西浦さん、なんだその目は。みんなね、唇がテカテカになっておりますよ。おえさんが、おえさんが勝って嬉しいみたいな。自分のこと心配してほしかったですね。そうですね。はい、ということで1着が木下直樹さん、2着が大江和義さんです。はいはい、あ、みんな惜しかったですね。どうや、西浦さん以外はすごい惜しかったみたいですよ、本当に。あー、いや、これ胡椒が効きましたか、やっぱり。無理、いや、無理だよ。胡椒はきついでしょ。胡椒強すぎたんで。はいはい、ありがとうございました。それじゃあね。さあ、ということで、私も順番に行ってきます。おい、田中君、野郎出てけ、みんな。お願いします。お願いします。1番、ちゃうわ、5番目のお願いします。はい、これ PR って向こうにも渡してますか。久保君に。これ麺が2、3本残ったままでね。惜しかったですよ。ありがとうございます。おお、今からでしょ。頑張るで。セカンド頑張る。やるぞ。やばい、寒い、これは寒いよ。ありがとう。寒いけどなんか腕まくってしまうよ。いえいちゃうね。いえいちゃうね。ちょっと買ってきたみたいな感じしてるんですか。違うね、諦めてる。もう早くや。ただの食い。や、緊張した。緊張した。あんな人に見られて。いけ、負けるな。よし、わし行ってきます。いけ、行ってくぜ。よっしゃ、わしは体幹を取ってるからな。なんでやねんな。よっしゃ、行け、負けるな。あれ、
次3番この前いた不戦勝やぞ2人とも。行け、集まって集まってる、行きなさい。いやもう追い出していい。起きなさい。行かないでしょ。ここちゃいます。ここでラーメンやったらダメです。そこそこそこです。何を演奏するんですか。ちゃんとボケはるわ、ほんま。ちゃんとボケはるけんか。今はもう座る場所はダメだと思う。だったから早くしてください。もうほんま。ちゃんとボケるから。というわけでね、早くしなさい。早く。早くしなさい。あかれん、あかれんじゃん。レンジャーもあっちゃこちゃん渋滞しますから。このブロックちょっと心配ですね。ちょっとと始めろ。ここは誰、3番の方、丸山さん、3番、有安弘さん、今、有安さんがアリーさんに注目しております。乾杯、アリー安弘さん、アリー安弘さん、いらっしゃいました。行け、負けるな。アリー安弘様、いらっしゃいました。応援してるぞ。入り口までお越しくださいませ。いらっしゃらない、お危険でございます。アリー安弘さん、じゃあ、よっしゃ、行ったぞ。出たい方、え、ありですか。誰か、オッケー、誰か一人入れたら大丈夫ですか。飛び降り、飛び降りっていう方、おったら、おったら、1、2、3、4、よし、3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 、3、まさかの北床さん、参戦や。頑張れ、負けます。いけ、負けるな。気合だ。それでは、エントリーご紹介いたしましょう。こんなに知り合いが出てくるなんて、では第3試合カウントダウン2014ラーメン早食い大会優勝者、ディフェンディングチャンピオン西川晃平。西川さん、上勝百貨店ブースにてマジで美味しい鹿肉を使った鹿ドッグ販売中です。ぜひご利用ください。上野正弘さん、イエーイ。3番、突然のじゃんけんによりの入場でございます。ありがとうございます。シタトコ、シタトコ、そう、やる前にやられましたよ。生まれも育ちも四国徳島女子大生お笑いコンビ生感動ストーリーサークライ。真面目。さあ、やられました。続いて皆さんご存知、やるAMBUSD ローン LINE の申請待ってます。キャンパスボーイ清水、 LINE 待ってます。 LINE の番号、 LINE の番号、リアルに誰も来ないんでしょうね。さあ、そして最後はナルトが生んだ伝説のロックゲーム、はいはい、ムーチョス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 。さあ、それではラーメンの方、皆さん持ってきてください。さあ、皆さん、負けるな。負けるな、顔見知り。知り合い。行け、知り合いたち。ちなみに、長谷川さん、何が優勝しそうですか。知り合い。相方の桜井さん、子供産んでるそう。おっさんの時の顔してますね。今はいらないです。今は食レポいらないです。コミカルの月曜日で放送いらないです。俺たち4ヶ月で潰したやろコーナー。それでは皆さん端を置いてくださいね。はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあそれではまた皆さんにカウントダウン5秒前から行きますよ。じゃあ頑張っていきます。行け清水、行け童貞。橋を置いて橋を置いて割るとこから全部飲んで立ち上がってくださいね、はい、いただきます言うなよ。5 4 3 2 1 新崎人生の鬼はまずスープから、北床さんはまずスープからいきますね。おっと、桜井と清水はスープ、おなかなかいいペースで、もう立っている。
もういつでも勝てる準備の清水君。いけ負けるな。でも勝てる。なんでショップレポはいらない。ショップレポは拾ってくれてよかったね。ザクレ。おお、だフードファイターのようなあれで冷ますのか。じゃなんでもう一回スープにつけるんだじゃあ。お。マジリアルに一番速い人ねあっちやと思うんやけど。前回チャンピオンが速いぞ。早い。ありがとうございます。あ、チャンピオン早い。うわ、勝った。終わり。終わり。汚いぞ。ちょっと待って出産うまい2着の人目指しておい桜井桜井下のこと何してるんですか。え落ちた。あ落ちた負けるな負けた。アプリングちっちゃすぎてはいはいありがとうございました。じゃあ1着は前回優勝者石川光平さん。しかもやっぱり強かった。やっぱりチャンピオンは強かった。そして2着は北戸孝さん。北戸孝、徳屋クラブ。わあすごい。本気だな。一番遅かったのは桜井さんですかね。もう遅いし、顔汚いし、もう清水さんもね、何でか服脱ぐちゃった。あいつも休み時間みたいな。頼む休み時間。iPhone、LINE よろしくお願いします。もう2人コンビ揃ってスライリーマンみたいなやめてください。かぶとうよ。ありがとうございました。じゃあ行こう。その場で残っといて、はい、その2人はお越しください。決勝で出ないのに決勝出るもんでしょ。え決勝あの全然負けとるやんっていうやつなのに決勝出るもんでしょ。なあシャシャリ出るってこと。シャシャリ出るっていう。いいよやります。うんちょっと裏からよかったよかったまあまあまあちょっとまだ困る時かもね。いつもよりちょっと少なめのラーメンなんですね。まだまだすごいから鹿ドッグ5万。さあ、果たしてボケは成功するんでしょうかね。まだ食べてる。サンパのラーメン普通にうまいな。味わって食えんかったのが大変だ。おい、やめなさい。食レポしたい。今のはダメです。サンバお願いします。タミヤってね、僕のキングでございますのでね。器がね、サンバって器がね、この国が作ってるぞ、本当に。どこになるか。すごいよ、僕ね、サンバ大好きですから。味ね、このね、やっぱね、冬に食べるとうまいね。最高でございます。星3つです。さあ、というわけで、決勝戦やっていきましょう。ごめんなさい、こっちが、今日は僕が司会なの。せっかくキャンパスボーイさんの仕事ももらえたの。最後に言わせてください。あのサンボさん、さっきの冗談なんで。いやもう、通せよ。分かってるから通せ。さあ、いよいよ決勝の皆さん、コピーよいしょ。いよいよ、モサ、胃袋のモサたちが。はい、じゃあ決勝進出者の方は、ステージの方によろしくお願いします。よろしくお願いします。ステージの方、よろしくお願いします。うん、スワモノ。